ヘッズが続いてるところなんですけども、はい、ちょっと一瞬だけここでですね、はい、告知をちょっとしてもらおうかなと思ってますので、はい、秋葉ギルドのシエルさんに来ていただきます。はい、じゃあ僕も撮りたほうがいいですか。あ、シエルさん21万です。ここでいいです。はい、ごめんなさい。はい、どうぞ。 OK、 はい、 Google ではないですけど、はい、どうぞ。あ、音声は大丈夫です。マイクだけ。はい。じゃあちょっとシエルさん簡単に自己紹介してください。はい、こんえあシャサリューアンシャンテシエルシャノワールです。こんにちは。はい、あ、こんばんは。こんばんはと。はい。まあ、あのファイナルのヘッズは続いてるわけですけども、ここでちょっと少し、シエルさんがやってる秋葉ギルドの、動画についてちょっと紹介してもらおうかなと思ってます。お願いします。はい。私たち、私たち一人しかいないですね、ごめんなさい。ギルドスターズっていう、アミューズメントカジノグループを、はいはい、シエル、ハルル、トウちゃん、ほのかちゃんなど、はい、やらせていただいてて、はい、毎週1回ぐらいいつも動画更新してます。うん、ほう、はい、結構あれですよね、秋葉ギルドの YouTube チャンネルで動画を流してるっていうところで、毎回なんかいろんなゲームやってるっていうことなんですけど、なんかどういう動画なんですか。はい、なんかアミューズメントをテーマにした番組なので、ゲームしたり、なんだろう、カジノゲーム普通に遊んだりとか、あと流行りのゲームのとかパーティーゲームとかでをみんなでワイワイやってます。はい、了解です。なんかこれまでもあれですよね、ニコニコ総会議とか他のイベントでも出てましたよね。出てましたね。はい、なるほど。そんな形で、はい、ちなみになんかやるゲームも毎回カジノゲームっていうか、どういうゲームが多いですか。この間は何だろう、ポーカーとか、あ、ルーレットやりましたね。ルーレット、うんうんうん、なるほど。ミリオンダウトとか、あ、そうだ、ミリオンダウトもやりましたね。はい、うん、池袋でもね、大会やってるミリオンダウトも YouTube の動画でやってるみたいですけれども、うん、そうです、はい、新聞さん、ミリオンダウトさっきなんか興味あるみたいな言ってましたけれど、ミリオンダウト僕わかんないんですけど、はい、なんか楽しそうなゲームですね。そうですね、ポーカーに似てるって、なんかブラフできたりとかするって聞いて、そうですね、そういうとこあるっていう言ってました。ほう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 。いや、なんかその池袋ギルドでできるっていうの聞いたんで、はい、ほんでじゃあちょっと来店してみようかなって気になってきました。そうですね、なんか遊び方とかはその YouTube、うん、秋葉ギルドの YouTube で動画見れる、はい、ということなので、ああ、なるほど、わ、はい、かりました。じゃあそんな形で、うん、もう一回なんか最後コメントお願いします。28万です。今ちょっとカジノをテーマにした曲を作ったんですけど、ちょっと今 PV とか CD も制作中なんで、はい、YouTube にショートバージョン上がってるのでぜひ聴いてもらいたいです。はい、了解です。これはあれですか、秋葉ギルドの YouTube チャンネルで聴けると。そうですね、これはシエルさんが歌ってるんですか。あ、シエルとハルルが歌ってます、一緒に。なるほど、うん、了解です。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ秋葉ギルドの、ギルドスターズね、シエルさん来ていただきました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。43万です。はい。そうですね。結構 YouTube で動画を毎週、なるほど、秋葉ギルドのチャンネルで上げてると。この子たちはもうキャラが、いろんなキャラがいますね。今のはシエル、そうですね、シエルシャノワール。いやー、なんて言ってましたし、シエルちゃんと、はい、あとハルルちゃん、はい、もう2人ともすごいあの可愛くて、はい、オーラありますよ。もうオーラ、はい、ハッピーオーラ、ブラインド上がります。2人
人とも犬みたいな名前ですね。6万8万どういうことですか。犬のなんか血統なんていうんですか、犬の種類の名前犬の種類、あ、ラブラドールレトリバー、そう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 長かったんで、なんかそのコメントはそう面白い、いやすげえの来たなって思いました。犬の種類みたいですねって、どう盛り上げていけばいいか、フォローしていいのかよくわかんないところで、いきなりすげえの来たなと思って、あと結構なんか圧倒されました。はい、普段こういう人たちと絡まないのでちょっとどうしようかなと思いましたね。たまにはたまにはね。そうですね。そうですね。モシエルさんは結構ね、秋葉ギルドでもいろいろブラックジャックとかね、ルーレットとかもやってますし。おお、なるほどですね。職人なわけですね。職人なわけです。すごい多彩です。歌も歌って CD も今度出るみたいな。ですね。すごい。はい、そんな感じです。しむいさんもなんかちょっと歌とか歌ってみたりとかどうですか。けど俺歌も下手だし。フォーカスターズの、はい、あのドット TW 台湾の、うん、あのヒップホップの歌ありますよね。フォーカスターズ、ポーカーの星って。ヒップホップなんですか。ヒップホップだったような気がする。そうですそうですそうです。はい、なんとかホットドッグっていう、そうそうそう、 DJ ホットドッグかなんか、はい、そうです、あの台湾の有名な、そう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 、でスターズの PV が、うん、公式PV みたいな感じであれですよね、フォーカスターズのロゴとかこう、うん、はい、出したりとかして、やってますね、結構かっこいい PV なんですよね。作ってますね。あれはなんか、うん、スターズで他にアジアで押してたりとかしないんですか。それまだないですね。マカオで CD 売ってたりとかわかんないです、ね、まだないですね。じゃあ新聞さんもそういうなんかオファーとか今後、いや、ないでしょ。いや、あった方が僕絶対ね、いいと思うんですよ。いいと思うんですけど、そうですね。じゃあ、やりたいですね。そうですね。はい、力になれるのであれば、はい、企画してほしいですね。まあ、問題はやっぱりそことこう、スターズのメリットみたいなのうまく合わせないと、うん、ただの写真集みたいな感じになっちゃう。え、なんで写真集になってるんですか。なんか歌うとか、CD じゃないとか、なんか脱ぐとか。ああ、脱ぐと歌か、うん。そうです。なんかどんどん路線が外れてる。路線が外れてる。歌で言うと何のジャンルが好きとかありますか。僕ね、ですか。いや、僕はクラシックしか聴かないんで。おしゃれ。そんな、そんな人いんの、うん、クラシックそんな人いんのあ、でも結構なんかストレス発散にオーケストラ聴きに行きますみたいな。あ、すごいおしゃれ、まあ、年末に大工聴くとかならわかりますけれど、いや、もう幼少の頃からクラシックしか聴かされてないんで、まあ、今作りましたね、それ髪の毛もあのくるくる巻いてモーツァルトみたいな経歴詐称しましたね。経歴詐称、今流行りの本当ね、ちょっと勘弁してくださいよ。卒業してるかどうかまず確認しないと。俺卒業してないって公言したら大丈夫だと思います。それなら OK。 俺中退してるの結構多いんで大丈夫だと思います。それなら OK。 そういう問題なの。さあ、マスターズ 2016S1 残りヘッズアップで、2名となっております。マッシュさんと KK さん、スタックは、マッシュさんが現状優勢というところで、進行しております。ですね、これ今ブラインドが、おそらく3万ですかね。いや、2万5000でした。いや、6万出てるから3万6万です。あ、3万6万ですね、はい、失礼しました。3万6万アンティ1万で進行してますね、はい、3万6万。あ、いや、待ってください。3万6万さっきまであったんで、いや、もっとあるはずですよ。ベルにないと。そうですね、5万10万も超えてますね。え、5万10万超えてます。6万12万じゃないですか。6万12万ですね、失礼しました。あ、はい、そうです、6万12万です、ね、あ、あ、じゃああれブルーのチップ2万5000じゃなくて、あ、5万です、ね、5万なんですね。あ、失礼しました、さっきも2万5000って誤爆して。なるほど、6万12万アンティ2万、失礼しました。いや、さっきのやっぱりポケットファイブのボトムセットでかいですね。でかいですね、あれで取り返してたっていうのはマッシュさんにとってもかなり大きい。そうですよね、また振り出しに戻るみたいな感じですね、出てますね。了解です。いや、けどこれプライズ6倍ぐらい違いましたね。うん、だって1万2000プラスホテルと一応飛行機もつくんですね、はい、って考えると20万は超えるので余裕で、で WSOP が130、40万ぐらいのバリューって考えると6、7倍ぐらい違うのか。これはでかいペイアウトジャンプですね。そうですね、かなり天と地とっていうわけではないですが、それぐらいの差がありますね。ありますね、はい。さあ、改めてですが、ここで今回のマスターズ 2016S1 優勝すると WSOP のメインが、スポンサードされます。5月31日から7月18日まで行われる第47回ワールドシリーズオブポーカーが、アメリカラスベガスのリオホテルで行われる予定です。
68番目の、イベント1万ドルメインイベントノーリミットホールディングチャンピオンシップ5万点持ち120分ブラインド11時スタート5レベル5万点に変わったんですね変わったんですよ今回から、はい、そしてメインイベントはちなみに今回、7月9日から18日まで行われます、うん初日が Day 1 ABC9、10、11にありまして、はい7月18日で終了後、Day 8、9、10を10月30日から11月1日の間オクトーバー9というところで今年10月30日からなんか大統領選と被らないようになんか変えたって聞いたんですよ、ね、そうなんですかなるほどね大統領選が今回は11月なんかにあるってよくわかんないですけどなんかそれと被らないようにダブルストリー変えたっていうのはどっか誰かから聞きました、ね、なるほどなるほど普段とは違う日程にトランプカジノを作ってるやつが、はい、ノベンバー9じゃなくなるっていう、はい、なるほど今年は、はい、ちなみに去年の WSOP2015 のメイントーナメントのチャンピオンはジョー・マックイーン・マッキーヘン、はい、マッキーヘンが768万 US ドル日本円にして8億6800万67万9098円すげー8億ちなみにレアさんは8億あったら何に使いますか何にしましょうかね毎回思いますけど、まあ、家買おうかなあと別荘とかあともう旅行したいですねいいねいいねもっと もっと一生遊んで暮らせますもんねもっとすごいもっともっとそんな人並みの夢じゃなくてもっともっとレアさんしかできない夢みたいなのお願いしますなんだろうな北海道買うみたいな買えねえか島買うみたいな島買うまあ一ノ瀬だったら、はい、あの CD デビューさせてもらうとかあ自分で金払って金払って CD デビューですか今結構もっと低いあの資金でスタートできますよそういうのできます全然歌のプロデュースとかできると思いますから本当ですか、はいなんか CD やりたいんですか PV とか全然やりたくないけどなんかさっきのノリで言っとこうかなっていやいややった方がいいと思いますあそうですか、はい、いやけど去年優勝したそのプレイヤー、はいはい、最近もまあ普通にプロとして活動してて大会とか出てるんですけど、はい、なんか優勝した後も優勝する前もなんかダラッとしたちょっとよれた T シャツ着てあのどっちかというとさっきマッツ・ザッカーバーグみたいな映画の話してた時に僕ハングオーバーの話したじゃないですかその中に出てくるあの太ってるキャラクターいますよね彼みたいな風貌でなんかどっちかっていうと金持ってなさそうな感じが今でも漂ってるからなんか全く変わんねえなこの人勝っても勝たなくてもみたいなそれがやっぱいいですねいやいいと思いますねなんかああいうの見てるとあいいなまあ、バインとか出れるイベントのバインは変わると思うんですけどそうですよ、ね、私生活とか態度っていうのが変わらないプレイヤーって素晴らしいなって、ね、なんか前ありましたよねワンドロップで優勝したやつは2日目に恋人と別れてみたいなサタンになってましたよねあけど彼はめちゃめちゃ金持ちらしいですよただ単にいつもとっかひっかいしてるだけでそういうやつ面白おかしく言ってただけでそうですよ、ね、だって3回ぐらい離婚してるらしいですよあそういうあれなんです超金持ち確かにね、まあ、やっぱなんかこうはいポーカープレイヤーに限らずですけどやっぱこう一発取ってうおみたいな、はい、なんか僕らから言うと分かりやすいジャンプの裏とかにあるさっさわの風呂に美女と入ってる絵みたいなああいう分かりやすい絵みたいなのがあるとあ れ,、ね、あれって今でもあるんですかあるのまだあるんですかねそうありますあ面白いああいう分かりやすい絵をすることでやったみたいなやったぜみたいなああけどああいうのやりたいですね。しないとこうやっぱりなんですよね。うん、なんか夢を売る方に回りたいですね。そうですよ。だから僕としてもそのポーカースターズアジアプロで活躍する新聞紙さんとかそのオンラインプロの木原さんとか見ててもその木原さんのテレビこの前見ましたけど、うん、なんか普通の家に住んで普通の生活してるっていうよりかはもうなんかさっさまの風呂で毎回違う女と風呂に入ってますみたいな層がいやもうポーカープロになるぞみたいなすいませんなんか分かりやすい層みたいな間違いないそういう分かりやすい層に訴えかけれる分かりましたじゃあちょっとねこれやばい2のセットと、ね、あとマッシュさんの方がフラッシュドローです、ね、おっとここも大きい戦いになる、ね、これレイズして 9-7 でコールしてますねでチェックして今ベッドしようとしてるところですよねもうセットじゃないですか次こっちがセットセットってそんな簡単に出るんですかねいやーなかなか出ないと思いますけどさっきのやり取り見てるとかなりポンポン出ますねすごいですね
セットってそうっすよね、 8.5×12% ぐらい、8.5 回に1回しか出ないんですけどね、フロップにセット。そうですよね、うん、さあここでベッドの KK さんに対して65万です。マシさんがレイズ65万、これはいきますかね、どうですかね。さあ KK さんがここで返すとしたらオールインか。オールインした時点でマシさんはフラッシュドローなので来るか。まあ降りるという選択肢が KK さんにはない以上、オールインが必死かと。そうですね、ただこのチェックレイズはあまり効果的じゃないような気がするんですがね。エースキングデュースでオリジナルレイザーに対してプリフロップからコールしかしてないので、はい、強いエース X のハンドっていうのがあまりないと思うんですよね。オールインです。あるとすればポケットデュースぐらい。なるほど。さあここでオールインに対してコールしました、スナップコールです。マシスさんのフラッシュの状態、相手がポケットマシス持ってるんで、はい、引くサーブ開きます。引くサーブ、そう、掛け声とともにマシスさんの引く声が引くサーブ、ハート、ハートでハートです。ラストカードは出るか、ダン出たキャラペアザボードですよ。フルハウス。そうなんだ。ハート4か。来たじゃねえよ。フルハウス。来たと思いきや負けてるってやつですね。負けてます、ね。よくこの距離でダイヤモンドって分かって、ペアザボードじゃないって分かって、ペアザボードだって分かんなかった。ダイヤモンド。来たじゃないですね。いや、惜しかったですね。はい、ここはちょっと一瞬喜んで恥ずかしいやつ。そうですね。そのダイヤじゃないっていう。なんでマッシュさんディスリなんですか。そのダイヤじゃないというちょっとみんなマッシュさんに近いはずなのに、RFID は出てませんでしたが、リバーは4のダイヤでマッシュさんにフラッシュが入りましたが、いやけどマッシュさんかわいいな、KK さんにフルハウスが入り、愛らしいんですよ、愛らしい、わ、はい、かります、かわいいキャラがマッシュさん、ここはね、マッシュさん頑張ってほしい。ダイヤは合ってるんですよ、ダイヤは合ってましたね、ダイヤは合ってるんですよ、引くぞーっていう、引くぞーのやつ、4じゃないんですよ、引けたけどー、引けたけどー、引けたねーみたいな。いやマッシュさん2度もここ辛い思いを、そうですね、トップ2ペアからランナーストレート引かれ、今はフラッシュローでフラッシュ引いたけど、はい、まあまあどっち勝ったのは KK さんなんですけど、2ハンドルはそうなんですよね、まあ、もうちょっと無理しなくても、まあ、チェックコールでよかったかなって感じしますね、正直。そうですかね、フラッパーチェックコールして、はい、まあ、どっちにしろエースかキングになり変わるってことが難しいシチュエーションなんで、はい、普通にオッズ通りというか、まあ、ドローを引きに行く体で、うん、あのチェックコールで行くのが良かったのかなって思いますね。あれがまたなんか、はい、クイーンハイとかテンハイだったら別の話なんですよね、はい、プリフロップからリレイズしてなくても十分そのボードに噛み合ってるようなハンド、あのもうできてるハンドですよね、ドライじゃなくて、はい、っていうのにも予想得るんですけど、はい、エースキングデュースっていう結構ドライな、うん、レイズしてる方に有利なボードではチェックレイズはちょっと無茶かなって。なるほど、はい、なるほど、はい、清水さん的にはこのシチュエーションだとじゃあ、うん、マシさんの立場ならどういう、 こうアクションが、先ほどのフロップですか、です、ね、あ、まあ、もちろんチェックコールですね、うん、でターン次第ですね、ターンで打たれたら諦めてもいいと思います、ね、なるほど、ベッド額次第では、はいはい、で、はい、まあプライドオッズがあってリバーでも当たった後にバリューが取れるっていうんだったら、はい、ターンでオッズに合わなくてもコールしてもいいとは思うんですけど、はい、フロップはちょっとチェックレイズはないかなって、なるほど、僕のオプションには正直。じゃあそこはレイズではなくコールは、まあ、はい、いやけど、まあその KK さんのスタックサイズっていうのもそこまでディープでもなかったので、うんうん、まあ、もう元から引きに行くぞっていう気持ちでチェックレイズっていうのをされてたとは思います。なるほど、なので考えた上でですね、はい、やられてると思いますよ、マシェさん、またフラッシュドロー、フラッシュドローですね。引くぞーって、引くぞ、でもあれさっき1回も分かったと思って引き抜いて6万抜いちゃってたら、またここから気持ちを切り替えるというか、結構ね、そうですね、なんか立て直すの大変ですね、うん、いやもうそうですね、 こういうボードだったらまだチェックレイズする価値があると思うんですよね、うん、うん、こういうボードだったらまだ怖いじゃないですか、クイーンジャックもあるし、はい、うんうん、クイーン3スーツでコールしてるかもしれない、ポケット3もあるかもしれない、はいはい、まあ、ストレートドロー、フラッシュドローもちろんあるんですけど、なかなかね、相手もヒットしてるボードでもない、ワンペアだったらあるかもしれないですけどね、キングクイーン、ジャックテン、クイーンジャック、あ、そうですね、エースクイーン、エースジャック等ですね、あのボードはちょっと無茶かなって。どうすりますかね、レイズかな、レイズしてますね、またレイズで70万です。このチェックレイズは効果的ですね、70
70万のとマシさんが、うん、アーンしてるのちょっと映って、映ってますからね、はい、じゃあ僕はレアさんにやってもらったな、嘘です失礼しましたちょっとね中だるみしてると思います。視聴者の方もこのヘッツ長時間にわたってちょっと見てるのでね、中だるみしてるかなと思うので、ちょっとここで企画ぶっこんでいきたいなと思います。そうですね、いやけど今ピリピリしててもう決まるんじゃねえかっていう感じが続いたんで、そうですね、まあ、うん、あのその時はまた戻りますので、あの、うん、適当にってことで、じゃあ今度はあの、うん、じゃあレアさんの恋愛相談っていうところをちょっと今回企画してはいたんですけど、なかなか出ないので、もう僕らからちょっと聞いていこうかなと思ってるわけですよ、うん、はい、なんでも、じゃあまあ、僕が悩みっていうのを別に赤裸々に聞くのもちょっと今なかなか難しいかなと思うので、はい、なんか新聞さんからも何か聞けることって、うん、女性に聞いてみたいことっていうか、あ、初体験がいつかってことですか。あ、そういうポーカーのことですか、うん、ポーカーのことですよね。あ、うん、まあ、じゃあそうあれ さっきあのポーカーのこと聞いたんでね、うん、また別の質問に、あ、そうですね、じゃあ別の質問ちょっとかん、ちょっとミーティングして決めましょうかそうですね、じゃあちょっと、うん、2人ともまあご結婚されてますもんね、なんか、うん、あ、一つ聞きたいこと、うん、あ、結婚願望ありますか。 あります、お、あります、もちろん。ちなみに どういう願望ですか、そのは、どういうママに。とまだいいんですけど、うん、30前後ではしたいなと思ってて、ほうほう、そうだと6年後ってことですね。そうですね、大体5、6年くらいかな、はい、それはなんかいい人がいないとかっていう理由ではなく、今は何をしたいみたいな、もう明確な目的があって、あの、私姉がいて2人とも結婚して子供もいるんですけど、はい、あ、なるほど。やっぱ子育てってすっごい大変で、もう自分の時間なんてほぼないんですよ、はい、ほぼないように見えるんですよ、私、そ、ね、その姉を見てると。実際ないですよ。そう、だから。新聞さん、ないですよね。ないですよ。うん、ないですか。怒り、疲れとストレスで、八つ当たりされ。何ですか、それ、何ですか。サンドバッグですよ。大丈夫ですか、産後直後は。産後直後、いや、産後直後ってそういうもんなんですよ。うん、わかる、わかるよ。わかる。わかるよ。やばい、既婚者の声。子供育児相談みたいな。うん、そういう方向じゃねえんだけどな、みたいな。あ、なんか、ちなみに、じゃあ、レアさんの考える幸せな家庭ってどういう家庭ですか。幸せな家庭、まあ、どんな、まあ、お金があるとかないとか、はい、なんか、その、地域とかによらず、はいはい、仲が良ければいいんじゃないですか。中、こう、それは何、例えばどういう状態の中っていうか、ほら、あるじゃないですか、こういうことしたいみたいな。こういうことしたい、はい、まあ、一緒に出かけたいですよね、なんか遊びに行ったりとか、旅行とかね、ディズニーとか行きたいです。それでも、それってでもカップルとか付き合ってても結婚しなくても別に行けますよね。そっちの方が多いと思いますね。そっちの方がチャンスがね。うん、あ、まあまあ、あえてその夫と一緒にディズニー行きたいっていうのは、まあ、あ、子供と、子供、あ、子供と、子供と夫と、子供と夫とディズニーに来た。あ、なるほどね。あ、そう、お姉ちゃんがやってたのが、はい、今子供8ヶ月とかなんですけど、はい、その旦那さんと初めてお花見って出会ったところに、うん、その子供と一緒に行ってまた同じ場所で写真撮りに行くんだって言ってて、それは、ね、なんてそのなんかドラマに出てきそうなことやってるんだ、それいい、ね、こいつはと思って。それね、ちなみにね、あの実はね、うちもやってます。あー、うーわー。あの、生まれる1、うちは5月に生まれたんですけど、はい、あの桜が咲いた時期だったんで、直前だったんで、桜の下で撮ったんですよ。1年後に今度は抱っこして撮って、全く一緒じゃないですか。すごい。2年後は今度また歩いてる子供連れて撮るみたいなのが一応僕の中では目標としてやってるわけですけど、すごい、まあ、来週ぐらいに、はい、あ、そうなんだ。青春ですかね。青春なんか違うの。ヨーヨーコーですか。美しい。たるんでるのは私の腹だけというコメントを言いたいですけれども、はい、たるんでます。はい、そうですね、まあ、ちょっと話戻して、そう、エレアさん考える他に親子でディズニー以外は何かしたいこととか。難しいですね、あんまり、うん、その、まあ、別に子供いなくてももちろんね、あの、楽しめるところだってありますし、はい、全然子供がいなくてもでいいと思います、そういう。うーん、こういうことしたいんで。なんで実際すいません、話戻るんですけど、はい、なんで30前半かなって言ってて、はい、今いい人がいたら結婚したいとかないんですか。いや、その忙しくなっちゃって自分の時間が全然持てないので、うん、もうちょっと自分の時間を
満喫してからがいいかなっていう。いやいいと思います。あの結婚はいつでもできるんで、相手がいれば。そうですね、相手がいればですよ問題は。いやけど、ね、相手が見つかるかがちょっと問題になるけど。いやけどもう見つかって待っててくれないようなやつだったら結婚しない方がいいんで、待っててくれる人を逆にいい人見つかったらですね、はいはい。ちなみに CV さん24の時ってどういう生活っていうか何してたんですか。俺ですか。結婚とかそういうの聞きますよ。それ聞きたい、聞きたいです。24とか6年前です。詳しく、はい、24の時はもうあれですよ、浮ついたことしか考えてませんよ。もう浮ついたことっていうのはもうなんかあれですか、え、もうおっぱいとお尻しか興味ないみたいな。まあ近いですよ。近いですか。もうそんなこともないですけど。そんなことない。ちょうど何してたんですか。24、25。ちょうど僕スーパーノヴァエリートになったのが24とか、ね、最年少ですかね。すごい。日本の、はい、最年少で、ね、日本で初めてです、ね、初めてですよね、はい、スーパーノヴァエリート2010年になったんで、はいはい、何年前ですか。2010年6年前です。6年前だからその時です、はい、24だったんですね、はい、で俺とその時韓国住んでたんですよ。あ、そうなんですか、はい、ソウルですか。ソウル、まあ、はい、金浦、金浦と、あ、金浦、はいはい、あとイルサンってところに2ヶ月1ヶ月ぐらい住んでたんですよ、はいはい、まあ、その時の彼女が韓国人だったんです。ああなるほど。あ、それでソウルがいいっていう。で別れた後に台湾住んでるとかは、はい、で台湾の子と付き合ってみたいな。そうですね。なるほど。で別れたからじゃあ、はい、そろそろ日本も帰るかみたいな、はい、別れたから帰るかみたいな、はい、24、25ぐらいの時だったそうだから、確かに自由ですね。確かに聞いてみると浮ついてる感がすごい、はい、でもえそんな中でスーパーノヴァエリートに。あ、そうですね、スーパーノヴァエリート、まあ、ちょうどそのカナダでグラインドしてて、はい、半年ぐらい経った時に、はい、あ、韓国引っ越すかってなって、はい、いやそのバンクーバーにいたとかちょっと生活費も高すぎたし、あんまりいる意味ねえなと思ったんですよ、はい、バンクーバーが、はい、そんなにかライブキャッシュもそこまでその当時はオンラインに切り替えてたので、はい、打ってなかったので、はい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 、じゃあそろそろ飽きてきたし、あのアジアに移動するかなと思って、最初行ったのが韓国、はい、でその後スーパーノヴァエリートに、はい、なった後はすぐに台湾行って、はい、で確かマカオとかにもちょろちょろ住んでたりとかして。すごいですね。なんか僕の勝手なイメージだとスーパーノヴァエリートになるにはもう、はい、あの酒も女も全て捨てて、あのなんだろう、人生を全てポーカーに打ち込むみたいなしないとノヴァエリートになれないなって思ったんですけど、今話を聞いてみると、あの女も付き合いながらスーパーノヴァエリートなんかモテ街道まっしぐらみたいな。いや、そんなことない。充実してますね。いろんな都市に住んで充実してこそなれるスーパーノヴァエリートっていうイメージが今ちょっと。いや、あのさっきも言ってたようにやっぱりメリハリですよね、はい、そうですね。やるときはやる、やる、はい、やらないときは入れる、そう、抜くときは抜いて入れるときは入れる、そう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 、そうなんですよ。僕結構そう結構うまくいってたので、あのステークスも結構高めなの打ってたんですよね、その当時。そうなんですね。なので結構、まあ、週に4日ぐらい働いてれば、うん、あの3日ぐらい休んでもいい感じのポイントの貯め方をしてたんですよね。前半頑張ってたんで、はい、あのそこまで気張ってやらなくても週3、4級みたいな、すごい、はい、すごいですね、はい、やってました。だからなんかそれが24、全然違う次元の話をされてる感じで、なんか、いやいや現実味がなくて。いやけどそれが5年後、はい、10年後、はいはい、どう生かされてるかっていうのが大事なんですよ。その時楽しいとかじゃなくてね、大事なんだけど楽しいことも、はい、ねえ、そうじゃないですか。いや、そう思います。いやだってその時にそんなことしてたからね、そうですよ。一のせい、今があるっていうふうに考えると、抜く時抜いてとか言ってるわけですよね、ね、力をね、そう、抜いてね、そう。いや、すごいですね、それは。すごい、いろんな都市に住んでるんですね。なんかそうですね、結構その海外に住むのすごいハードル高い気がしちゃうんですけど、なんかどうなんですか。そんなポンポン住み替えられるものなんですか。そのなんていうんですか、ビザみたいな。ああ、けど日本のパスポート、うん、日本のパスポートはめちゃいいんで。へー、韓国に限ってはあの時、当時は半年に確か、半年ぐらい確か、そんなに観光ビザで半年入れたような気がするんですよね。へー、でまあ香港マカオとか3ヶ月だし、フィリピンはフィリピンが短いんだよな、21日だけ。あ、そう、ね、けど21日超えた後にすぐお金払えば簡単に更新できて、うん、グリーンカードみたいなお金次第なんですよ、はいはい、しかも安いし、2万円とかで、1年とか2年とか入れるやつ、ええ、だからまあ日本のパスポートって結構どこでも自由に行き来できたりとか住めたりできるんで。なるほどね。全然あの家さえ借りちゃえばって感じです。あ、そうなんですね、うん、なんかちょっとイメージ意外でした。レアさん、なんか海外住んでみたいみたいな。住んでみたいです。なんか英語、ちなみに今ね、はい、
24、はい、あごめんなさいどうぞ。英語喋れる人すごいなんかいいなと思ってて、その海外行った時でも、うん、そのポーカーキャッシュ打ってる時とかでも、うん、なんか外人さん話しかけてくれたりするじゃないですか。あれさ英語は話せないですか。いやなんか1ヶ月そのフィジーに行ったことがあったんですけど、でも、はい、全然そんな聞き取るのはかろうじてちょっとできるくらいで、そんなペラペラ話せなくて、まあでも日常会話ぐらいできればね、簡単ですよね。なんかジェスチャーとかも含めて話せるくらいなんですけど、なんかでもちゃんと仲良くなるにはじゃあちょっと外国人の恋人を作ってですね、なんかそれ言いますよね、うん、なんか外人の恋人作れば話せるようになるよみたいな。ないんですかそれは。ないですね。日本で日本で出会えないですね。日本で、あでもほらマカオとか行くじゃないですか。どうかな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 。いやいいじゃないですか、六本木とか行っていっぱい外国人イベントクラブとか行って、ああいうクラブとか行って、そう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 、そうですね。まあレアさんも今こういう普通のなりですけれど、普通のなりですけど、うん、夜になると、ね、そんなことないです。真っ赤にルージュとか、そんなことないですよ、逆ですよ逆。夜になるとすっぴんになって漫画読んでますよ。あ逆いや、あのマスクして近くのコンビニ行ってみたいな、そういうねそういうやつです。それはなかなか英語うまるちゃんかわいい、うまるちゃんうまるちゃん可愛いな。うまるちゃん知ってるんですね。うまるちゃん、あの自分の弟にこれ面白いよおーとか言われて、はい、これ面白いのかおーって言って見ました。で面白かった。の弟結構割とオタで面白い。はい。オタ結構面白い。私あのうまるちゃんのあの、はい、ハムスターの、はい、コートじゃないですけど、はいはい、あれ持ってますよ。ブランケットみたいな。結構いいいいあれ、ね。うちの母ちゃんも持ってますよ。本当ですか。はい、かわいいですねお母さん。いやなんかうちの弟が急になんかうまるちゃんいたおとかって言って、後ろ姿のうちの母ちゃんなんかハムスターっぽい。ビッピッパーなんですか。違うんですけど、なんかブランケット着ながらなんかここでボード夏ストレートできてるんですよ。夏ストレートができてるマンスさんが、ただレイズして多分クイーンジャックさすがに降りるんで、ここはもう解説不要だと思うんですね。と思って僕は横目で見てさらっと、ね、はい、さらっと流してたんですけど、いや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 、解説不要と。いやこれはだってリバウンってもうあとは降りるだけじゃないから、さすがにね。まさかのゴールも考えにくいというところですけど。どうやってこれリバウンまで回ったのか、結構ポットできてるんで、ちょっと謎だったんですけど、頑張っちゃうのかなっていうところありますけどね。マスターズ 2016S1、残りヘッズアップで2名となっております、マシさんと KK さん。さあこの S1 の放送はですね、ニコニコ生放送と Twitch でも同時配信しています。またあの普段よく間違われるんですけれども、あの真面目な放送ではないということをこれから来る人にもあらかじめちょっと伝えておきます、はい、ゆるく、はい、ゆるいというところでやってますので、うん、皆さんもぜひあの肩の力を抜いて日曜日の夕方、まあ、明日からまた仕事だろうとこう鬱になる気分をね、あの我々はちょっとやめてください。僕もそう思ってるんですから嘘です。はい、まあ、このね日曜の S1 優勝誰が決定するのか、皆さん見守っていきましょう。はい、はい、てかもう9時なんですね。あっという間でした。そうですね、時刻で言うと9時ですよ、うん、あっという間ですよ。これファイナルの解説が5時から始まってますから、かれこれ5時前から始まってますから、かれこれ4時間経過してますね。いやファイナルもっと前から、あれもっと前でしたっけ。3時からです。あれ3時から、24万失礼しました。僕的に4時ぐらいからのイメージが。僕の今仕様の LINE 見てるんですけど、はい、はい、レア可愛いな、えこんな可愛い子ディーラーいるんだっていう風に書かれてるんですよ。レアちゃんディーラーやってもらいたい。嬉しいですね。レアちゃんディーラーやって。嬉しい。それ誰から来てるんですか。これはあの小林っていう。ありがとうございます。お友達から。小林さんありがとうございます。ぜひぜひ、はい、お願いします。塩べしさらしが。しかもこれ見てるからね。いつでもお願いします。あいつ見せてんじゃねえよ。いやあの結構僕の界隈ではレアちゃん推しなんで。本当ですか。はい、嬉しい。はい、もちろん秋葉ギルドの他のキャストさんもあの可愛い子多いですし、うん、あのそうですね、日本には、ね、たくさんのフォーカスポットがありまして、はい、それぞれでやっぱ綺麗な人いますけれど、はい、やっぱりね、レアさんは可愛いと思います、ね、ちょっとやめてください。なんかもう褒められるの最近全然慣れてないんで、ちょっと恥ずかしいです。いいと思いますよ、うん、いいと思いますよ、レアちゃん。ありが
とうございます、うん、これほどこう最色兼備というかね、はい、あのやっぱ1個ぐらいね、恥ずかしい、いやあのだからちょっとね、1個ぐらいやっぱ欠点が必要なんですよ、はい、そういう子には。欠点って言えば、うん、ほらオタクのところとか、パンツのパンツのパンツの色が地味なのしかないとか。そうですね、はい、そうなんです、そんなことない、私ふんどし巻いてるんですみたいな、そういうぐらいのみたいな、そう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 、欠点が必要なんです。欠点ですよ、まあ、ただ僕はちょっとさっき一緒に聞いたその映画はスプラッター系が好きですっていうのは、やっぱ女性ポイントは高い。あ、高いんですか。いや、いいと思います、結構好きな人多いじゃないですか。過激な 血を見てもこう平気っていうか、グロいのは全然大丈夫なんですけど、そうなんです、ホラーはダメです。あ、ホラーは本当に無理です。ホラーとグロいのはお化けって、お化けとか、お化け屋敷とかはもう、あ、そうなんですか。日本的なお化けとその例えばゾンビとか分かれる、海外的なゾンビはいける。だってゾンビは人じゃないですか、はいはい、だけど人間じゃない系のもの。そうなんですよ。ちなみに今年夏公開のゴーストバスターズのリブートが出ますけど、ゴーストバスターズそれは見ました。それは見ました。本当なんかサダコンみたいな、なんか呪いのなんちゃら、はい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 、リングとかね、日本系のホラーが苦手。すっごいしょぼいお化け屋敷とかも本当絶対無理です、はい、マジですか。絶対無理です。それはいいですね、まあ、ポイント高いです。それもそれすらもポイント高いんで、もっと弱点が必要です。確かに確かに弱点。でも弱点だらけですよ。寝てる、ちなみに寝てる時は、はい、服着る派ですか、着ない派ですか。あ、着てますよ。着てる派、はい、パジャマ着替える派ですか、それとも下着だけ派か、パジャマ着替える派ですね。あ、パジャマ、パジャマ着て寝てるんですね、はい、パジャマ。ちなみに夏だったらどんなパジャマですか。なんかジェラートピケっていう、ジェラートピケ、あ、聞いたことあります。結構パジャマの有名な、パジャマ、パジャマ、どういうパジャマですか。あの、すっごい気持ちいいんですよ、ふわふわで。はいはいはい、夏もそれ着るの。夏、夏、夏それです。ショートパンツと、はい、なんかあ、ショートパンツって言いましたよ、はい、やっぱショートパンツなんですね。やっぱりこれ、あの名古屋行った時にいただいたんですよ、はい、はい、もう誕生日のプレゼントで、いいな。で、着てるところ写真で撮らせてねみたいな、まあ、そういうのが、そんな下心はないですけど、そういう質問投げれるってなんか羨ましいな。気持ち悪いなと思ったんですけど、逆に俺そういうの言えないから羨ましいなって。いや言えなくて大丈夫だと思う。言えない方がいいと思います。さらっと言いますけど、いいな。さっき言ったユウさんとかだと、本当やめてみたいな。誰だろうから言わないって。僕はレアさんだからこそ、人を選んでるわけですね。もうね、だからユウさんはすごいストイックなのと、ちょっと怖いんですよ。だからあんまり話さない。話す機会も多くないので。なるほど。まあまあ、でもレアさんだったらそういうのあり、ね、私だったら何でもいいみたいな。いやいや、そんなことない。レアさんの質問もかなり選抜して、ここまでいけるだろうなみたいな。大丈夫です。明確にね、情報からもらって言ってるわけです。分析してますからね。いきなりぶっ飛んで、さすが、何好きみたいな、そういう好きな単位何みたいな、すっごいアホな顔してましたけど、すっごいアホな顔でした今。そんな僕は言えない。さあ、モードの様子戻ってみましょう。はい、S1 残りヘッズアップで2名となっております。キエケイさんのポケットバイブ、シーベットエースデュースでディフェンアワーダーコールしますね。チェックコール、これは、はい、まあこれは定石っていうか、まあこのままですよね。シーベットなんで、エースハイでも勝ってる可能性十分あるドライボード、はい、でもターンの7、これ危険ですね。エースデュースハイ、うん、もしかしたらターンでもコンティニューして、うん、続けてベッドに対してコールされる可能性もあるなって感じですね。はい、さあ、ここで怒り言動みたいになってるマシさんですけれども、怒り言動って誰ですか。私も思いました、誰ですか。怒り指令の親父です。あ、なるほど。エヴァ見たことないんですよね。ちょっと45万。だってさっきなんかオタクなんですよって言ってた。エヴァンゲリオンってオタクのあれじゃないの。マジで、なんかうん、ロボット系は見ないって言ったじゃないですか。言ってましたね。そう、だから唯一見た、グレンラガン見てるから、そう、唯一見たロボット系はグレンラガンなんです。他見たことなくて。今これだけオタじゃないやつも目に入ることの多いエヴァンゲリオン、まさかのレアさんが見てないっていう意外な、そうなんですよね、ところが来ました。なんか逆に万人受けするやつは見ないみたいな。そう、あ、まあ、なるほどね。なるほど。エヴァは確かに、なんだろうな、うん、もうみんな 見すぎて、うん、あえて、あれガンダムみたいなもんですよね。だってまあまあそうですね、ガンダムですよ、ね、だからもう、うん、アニメの歴史を語る上でもエヴァ前とエヴァ後みたいな感じのぐらい、こう、うん、エポックメイキングなあれで
まさかのレアさんが見てないと、まあ、見るべきだったら見たいなとは思うんですけど、ね、あそうですね、まだ見てない、まだオタを語らないでもらっていいですか、エヴァンゲリオン見てないのに、いやいやいや私にわかじゃないですからって言っときますけど、結構たまたま知らないですよね、はい、そうだからアニオタって言ってもそのどういうアニメを見るかによるじゃないですか、だからおそ松さん好きですからといって、うん、あのまあ、じゃあ赤塚不二夫の線見てんのかみたいな、そんな人はないじゃないですか。なるほどなるほどなるほど。平成制作本を見てんのかみたいな。なるほど。そういうわけじゃないですか。僕は笑うセールスマンしか知らないんで。藤子先生のやつですから、はい。僕は笑うセールスマンしか知らないんで、はい。そうですね。笑うセールスマンのアイコンはやっぱり新聞紙さんのね。そうそうそう。ポカスターズのアイコンで有名です。なんかあれですよね。新聞紙っていうポカネームにしたのもなんか日本人っぽい、うん。そうですね。日本人っぽいなんか分かるような名前にしたかったっていうのがあるのと、はい。なんで新聞紙なのかっていうところ。それ気になりますね。ああ。雑誌とかでも基本的ではあります、ね。いやーけど長い名前が良かったんですよ。あなるほど。比較的あの検索されにくいとかちょっとしたのがあったんですよ、ヘッズアップキャッシュゲームよくやってたので、はいはい、で新聞紙そういう名前の目的があるんですか、多少はあったんですよ、だからちょっと長めとか日本人に分かるような日本人っぽい名前、もともとカナダっていうところの住所になってたから、はい、まあ名前だけでも日本っぽいのにしたいなと思って新聞紙 で、はい、でそれにあの僕笑うセールスマンは個人的に好きだったんでキャラクターが、まあ、シュールだね、そうそれ入れたら面白いかなと思ったら、ちょっと自分なりにこれでかしたと思ったんですよ ね、 そうですね、はい、あれでちょっと有名になれたかなと思ったんで、なるほど、なんかポカスタのやつでそのブラジル人なのになんか松本人志とかいません、なんかみたいな、もしかしたら日系のアクセスしてる日系の人とかも、まあ、いや多分ありますよね、日系ブラジル人めっちゃ多いから、あの結構いる、結構いる、松本なんちゃらとかいる、まあ、本名ではないにせよその名前をしていても違和感のないハンドルネームっていうのはそうですよ、うん、松本人ブラジル人だよねみたいな、ブラジル人けどいるね、なんか日本人っぽい名前そのまま入れてて、あと2桁数字みたいなやつで、あなるほど、ね、はいはいはい、はい、うん、山下圭00みたいな、そうないけど、さあボードでは、フラッシュドローが結局ペア5になった、ペア5になってますね、はい、ケケさんが打つ感じですかね、さあこのヘッズアップもかなり時間が経過して、これ今均衡してるんじゃないですかね、チップスタック、なんかこのそうですね、先ほどの大きいムーブがあった後っていうのも、はい、そうですよね、だってなんか青っぽいあのでかいチップスが右の方にもだんだん流れてるんで、今結構均衡してるんじゃないかな、均衡してますね、あなんか素早くコールしますね、マシさんエースクイーン、はい、さあここは KK さんに青の量からするとかなり多いのかなというところですね、基本的にはこれ結構 KK さんがかなりね、これ結構今トントンぐらいなんじゃないですか、ありますね、うん、はい、なんかディーラーの子いつの間にかかってますが今日初登場ですけど、はい、アンリちゃんです、アンリちゃん、はい、髪切ってますね、あそうなんですか、サッカー選手ですか、違いますね、多分アンリ違いですよ、ね、あフランス代表ですか、違います、ディーラーです、上から横からでねこう見えてます、ね、あフランス代表じゃないのか、はい、来年ですかね、かファイナルを、うん、S1 のファイナル巻くというのはなかなかこうね技量がないと、そうですよね、任されないという意味ではかなり今回初登場ということでは、そうですね、だいぶ練習してきた新入りさんなんですかね、あでもアンリちゃんそのさっき巻いてたソウちゃんとカズサちゃんよりも歴は長い、うん、ああそうなんですか、ただ、まあ、出勤数は多分2人の方が多いかな、なるほどね、はい、見てくださいこの手際の良さ、素晴らしいですねディーラーさん、やっぱ手際いいっていうのはもう女子力の高さの一つのバロメーターですよね、うん、そう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 、いや俺トロトロやってるディーラーさんとか見るとちょっとイラッとしますね、可愛かったらでも許すでしょ、いや許さない、あ許さない、あ、うん、そこは厳しいです、そこは厳しいです、僕は、うん、白黒させないといけない、なるほど、ね、可愛くても手際悪いと切れると、いやもう仕事なんだから、いやしっかりやりましょう、なるほど、真面目な真剣勝負してるんで、素晴らしい、はい、素晴らしい、こういうの見ると気持ちいいですね、いいですね、エース入りましたよ、エースとエースクイーンとエースセブンが、エース同士か、はい、これはちょっと、ね、これはこれちょっと、しかもエースクイーンがマッシュさんの方なんで、もしかしたら3ベッド KK さんの方から入れば大きいポットになる可能性がありますね、プロのオールインにも考えられますよね、そしたらレイズ
ハッシュさんの28万。ちなみに前回 N1 のインタビューでも声フェチというのを聞いた新聞紙さんから聞くと、アンリちゃんの声はどうですか。ちょっと聞き届かなかったんですけど、いやちょっとアンリちゃんのマイクの位置変えてもらっていいですか、ね、ちょっと声フェチなんですか。声フェチです。声フェチなんですよ、はい、ちなみに秋葉ギルドの、ね、うん、さっきのカズサさん、ソウさん出てましたけど、声的に、はい、誰が好きですか。レアちゃん。レアちゃん、わーい、うん、レアさん、ダントツ、ダントツ。やったー、褒め。正直ね、レアさんの声は打ち上げられた。かなり落ち着いて、なんかあれなんですよ、NHK の歌のお姉さん的な感じ。あ、そういう感じ？うん、僕からすると、あれいい。そうですね。はい、みんなで、僕はどっちかっていうとレアさんの声は、うん、ウェザーキャストとかの。お天気お姉さん的な声なんですよ。ああ、なるほど、ね。今日のお天気は。そう。ああ、今日のお天気は関東地方は。ありがとうございます。なんかさっきから褒めていただいて。レアちゃんいいよ。褒めていただいてありがとうございます。もう頑張れます。明日からまた。明日からまだ24歳なんだよね。27歳かと思ってた。ああ、出た。出た。本音出た。綺麗。本音出た。綺麗です。24歳頑張ってほしいです、ね、頑張ります。いやけど落ち着きがあれ、そうですね、多分その落ち着いた雰囲気とかも、うん、なんかレアさんだから女の子って20代の子はみんな同じような顔してるから化粧すればさでしょ同じような顔してる、かなり爆弾発言出ました、ね、爆弾発言年齢ちょっと世の全ての女子を今スタンパーでまとめましたよ今ですよね。23歳でも29歳でも化粧したらちょっとごまかせるか分かんないですよね。じゃあちょっとここで最初のゲストでも出ていただいて、うん、それよりもなんかこの人落ち着いてるから何歳みたいなリーディングの方が結構僕頼ってるんで、だから多分ちょっと高設定したかもしれないです、そのレアちゃんに関しては。なるほど、ね、はい、落ち着いてていいなっていう。でもなんかキャピット感がどうすれば出るのか分かんないんですよね。まあ、でもキャピット感出す必要なくないですかね。本当ですか。キャピット感出したいんですけど私。そうなんですか。例えばちょっと前のエビちゃん OL みたいな、うん、そういうことです。エビちゃん OL、 はい、例えが今ハモっちゃいました。エビちゃん OL ハモっちゃいました。失礼しました。マジか。エビちゃん OL わかんないか。わかんない。え、知ってます？わかんないですよね。わ、すいません、失礼しました。キャピットも俺もちょっとよくわかんないです。過去の、はい、そうか、ニュージェネレーション24だということを僕は知らなかった。キャピットはちょっとやばくないですかそれ。いやいや、キャピットだから、じゃあ、はい、レアさん雑誌で言うと何買ってたり、雑誌買ってます？ファッション誌とか。雑誌でも決まったのは買ってないです。なんかその時見て、はい、なんか良さげなのが載ってるみたいとか。あんまないですけど。68万みたいな、あ、そういうのではなく、え、はい、失礼しました。何でもないです。はいはいはい、雑誌で言うのとファッション誌で言うと、はい、はい、失礼しました。はい、いや、そう、読む雑誌によって、うん、例えば、はい、ね、うん、なりたい服のモデルとかもなんか違うしみたいな。そうですよね、うん。女の子って特に出ますよね。いろんな雑誌で全然違いますもんね。はい、そうですよね。まあなんかその目標にしてるその。モデルとか、うん、そういう人が誰なのかとかもやりますけど、それはなんかレアさん的にはなんか誰か言ったりする？難しいな。でもそんな目標にしてるモデルはいないですけど、強いて言えば私みたいな。いや、そんなことはない。カジュアルなのが好きですね。あ、カジュアル、あんまりそのすごい上品とか、はい、女の子らしいとかいうよりも、はいはい、ちょっとボーイッシュめなカジュアルなのが好きです。ああ、なるほど。芸能人でいうとこう誰とか。芸能人でいうと、え、聞いておきながらあんま知らないんだ。聞かれ、言われてもあれなんだ。なら聞くなよみたいな話です。すいません。難しいですね。難しいな。憧れの女性とかいないですか？憧れの女性は、お母さん以外ね。ティンクさん、ティンクさん。あ、ティンクさんね。いや、ティンクさんもね、綺麗ですよね。もう、ドタイプです。ドタイプ。ドタイプです。いや、いいとこ行くな。ティンクさん、顔もスタイルもセンスもやってることとかも全部もう生まれ変わったらティンクさんになりたいです。もうパーフェクトすぎてびっくりした。そうですね。全然芸能人とかよりも全然もう。確かに。いや、お綺麗ですよね。はい、お綺麗ですよね。確かに。かっこいいですね、彼女は。はい、もう超憧れです。はい、素晴らしい。いいと思います。話終了。終わった。あれは終了。終わった。あれ何の話してましたっけ。それはあれですよ。あ、そうだそうだ。いや、分かった。ちょっと話をかなり戻すと、レアさんがそのあれですよ、結婚願望があるか。そこまでは飲みます。フェチかどうかっていうね。
一ノ瀬さんの声フェチなのがちょっとびっくりしました。もっと足とかフライングアップかな、そういう系かなと思ってた。いやけどなんかまあ一般的なそのフェチっていうか一般的な好きな、まあ顔がいい、顔はなんか醤油顔がいいとか足は綺麗な方がいいとかっていうのを抜いてあえて言うなら、俺独特なのは声フェチっていうだけであって、声を一番に選んでるわけではないです、さすがにね。けど声はね、声はけどなんか結構意外と大事だったなって僕の人生を振り返るとね、めちゃ可愛い子にがいてもあれみたいな声だと全然なんかあいいかみたいになっちゃったりとかっていうのがあったので、さあここからちょっと待って、今僕の声フェチの話しました、失礼しました、はい、どうぞどうぞ。あどうしたんですか、いやブラインドアップして6万12万、はい、アンティ2万です。あ今6万12万ですか、はい、あ失礼しました、8万16万ですね、はい、8万16万、アンティ2万です、はい、声フェチなんですよね僕、ちょっとした声大事じゃないです。まあそうですね、声フェチ。声優さんとか聞いてるとまあはいいなとか思ったりします。あ、レイさんちなみに好きな声優さん誰ですか。カジさんかな。ちょっと待ってください、本名を言ってください。え誰ですか。本名？カジユーキ。カジユーキ。何の声やってる人ですか。男です。あのアリババくんとか。あえ事務所どこですか。わかんないですそこまで。微妙にアリババくん。アリババ最近アニメのあれなんですけど。アラジンの。ディズニーか。他にもいろいろやってますけど。はい、ディズニー。ディズニーじゃないです、はい、アリババ君っていうアニメね、すみません僕はあのアニメラジンじゃない、なんだっけ、マギの、あマギね、はい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 、何やってたかな、エレンもだった気がする、あ進撃の巨人、そう32万なるほどね、カジ、うん、カジさん好きです、お声ね結構意外とね、やっぱ大事な要素なんで、ちょっと気をつけて生きてみてください。生きてみて、気をつけて、はい、気をつけて生きて、気をつけて生きて、どういう意味？いや、あの声に気をつけて、ああ、なるほどね。そう、あ、確かにね、なんかすげえブスだなと思っても、あ、声可愛いな。そういうなんか一面もあるなっていう。男の本音みたいなの聞きましたよ。目とかいない、顔いらないってこと。いやいや、そういうことじゃなくて、清水さんから信じられないやつ。いや声があればいいみたいな、真逆じゃないですか。矛盾してますよ。いやなんか人それぞれあるんだなって、ね、やっぱいいところがあるんだなっていう、ね、声素晴らしい声してるなっていう。さあ、マスターズ2016。森久美子みたいな感じですかね。あ、そういうことですね。はい、そんな感じ。わかりました。はい、さあ、マスターズ2016 S1、残り2名で現状ヘッズアップが進んでおります。ブラインドは8万16万、アンティ2万と。マッシュさんと KK さん、手前側 KK さんと、奥側、4ですね、マッシュさんが進んでおります。さあ WSOP メインの、出場権利と、獲得するのは一体誰なのか、残り2名となっています。今回の放送はニコニコ生放送と、Twitch でも同時配信しております。Twitch ってどうなんですか。 Twitch はですね、まあ、正直清水さんも海外の結構今ポーカープロとか Twitch やってますよね。俺一応ジェイソンサマービルとかフォローしてます。ジェイソンサマービルね、今年彼が配信するとでもやってますし、メール来ますよ。そうですか。はい、いや結構ねジェイソンサマービルやってるので大きく出てますけど、あのテレビゲームでもやっぱり Twitch 人気ですよね。うん、なんかアメリカではやっぱり大きいですよね。大きいみたいですね。はい、LG もポーカーのやつもやってますけど、もともとゲーマーじゃないですか。そうですね、まあ、LG やってたねスタークラフトとかもそうですし、うん、RTS 系だと、やってますし、最近あの Amazon が Twitch 買って、Amazon ゲームでそう Twitch 公式でドーンってやったりとか、うん、結構かなり人気ありますよね。ただ日本では残念ながらちょっとまだ普及っていうところでは一般的になってるかなっていうところ大きくあります。まあ、あとやっぱ Twitch の特徴としてはそのプレイ中におひねりシステムみたいな感じで、はい、視聴者がお金をねこうペーパル経由でサブスクライブすると $5.99 とか入るとか、ね、とか入るっていうのが結構あったりっていうので、まあ、直接それをね職業にしてやってる人って、まあ、ちらほら出てかけてるっていうところではあります。 YouTuber みたいなやつですかね。そうですね、 Twitch です。はい、まあ、今だとプレステ4とかからもね Twitch で配信とか気軽にできるんですけど、いかんせん日本からの、まあ、タグとか見てもらってみるとまだまだちょっと、うん、ニコニコの方が多い方みたいなのはありますけど、うん、配信サイトなんですか。そうです、配信ゲーム系の、配信システム、うん、まあ、YouTube ゲーミングとかがねこれからどうこうみたいなやってましたけれど、YouTube ゲーミング YouTube ゲーミングっていうまたやはり同じ YouTube のその
ライブ配信システムみたいなのも、はい、なんかこれからやるみたいな話は出てましたけど、まだ全然そこら辺は。Twitch で見たりしてますか、そのジェイソン・サマービルとかは。あ、そうですね、ジェイソン・サマービルの面白いんで。面白いですか、どうですか、その面白いです。僕この前、T クープっていうターボチャンピオンシップオンラインポーカーとかっていう大会があったりとか、結構長いシリーズあるじゃないですか、スクープとか W クープとか、はい、そういうなんか毎日この時間に起きてこの時間からポーカーしなきゃいけないとか2週間とか続くと48万1人やってると結構飽きてくるんですよ。あ、はいはい、だからなんかその Twitch とか、はい、ジェイソン・サマービルがやってるのとかを一緒に横で流してるとなんか一緒にやってる感が出るじゃないですか。そうですね、だからなんか軽く流しながら自分プレイしてるんですけど、ちゃんと見てるってわけじゃないんですけど、流しながら聞いてると、作業用 BGM みたいな、ね、あ、そうですそうですそうです、はいはい、なんか飽きないんで、あのそれでちょっとこの前始め、はい、まあ始めたっていうか、はいはいはい、ちょこちょこ見てる感じですね。なるほどね、まあ、確かに今回みたいなそのね S1 の解説もこう見ながら、例えばね、皆さんまあね、それぞれいると思いますし、そう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 、まあ、そういった意味では Twitch もこれから日本でね普及してくればいいなと思ってますけど、ちょっと難しそうですね。ちょっとゲーム系で僕は配信とか見てみると Twitch ちょっとまだ厳しいなみたいな。厳しいなって僕もちょっと見たんですけど、その日本の何だっけ、あれハートストーン、ハースストーン、ハースストーン、ハースストーンの配信してる日本人とかいましたけど、はいはい、なんかあれですね、微妙ですね、多分見てる人いないんだろうなっていうぐらいの盛り上がり。に発想出してもやっぱ見ないかな。見ないですよね。多いですよね。その、うん、アメリカでやっぱメジャーでみんなやってるっていうところだったんですけど、だからこれから求められるのってやっぱその英語で配信できる日本人みたいなとか、うんうんうん、日本人向けにやってるものだとやっぱちょっとパイ少ないのかなみたいなのはちょっと感じますよね。そうですね。さあ現状ボード見てみましょう。うん、マッシュさん、キングセブンのクイーン4で。ここは KK さんを下ろしてマシさんがこと獲得と。マシさんガットだったみたいですけど。あ、ガットです。でもガットショット2オーバーフラッシュドローですね。フラッシュドローまで18ヤードぐらいありましたね。ですけど、はいはい、だ 40% ぐらいは勝利とありましたね。そうですね、うん、けどあれですね、僕がさっき話した GTO、はい、ゲームセオリーオプティマルとはちょっと違うヘッズアップのプレイが、はい、って感じですね。あんまりそのドロー系でバシバシっていうのは、うんうん、セオリー的にはちょっとディフェンスポーカーでもないですね、はい、セオリー的にはもうちょっとなんていうんですかね、ディフェンシブなゲームが本来はヘッズアップは特に有効だと思うんですが、なるほど、お互いにですねボトムペアでバシバシバシみたいなのが結構あるんで面白いですよね。なるほど、ゲームセオリーオプティマルっていうのは、まあ、まさしく見応えがある、間違えずやろう、あ、そうですね、間違え負けないように戦うディフェンス的なポーカーのセオリー。そうですね、あの間違ってるか合ってるかではなくて間違わないような戦略を続けようみたいな。なるほど、うん、正解を探し当ててそれを続けようっていうわけじゃなくて、はい、 なるほど、うん、なるべく失敗しないように、ね、グレートティーチャー鬼塚ではないです、ね、ああ近いところ違います、はい、違います、はい、あれはどっちかっていうとなんか間違えしろよみたいな感じな間違えろよみたいな、そういうやつ、お前ら間違えろよみたいな、間違える、はい、漫画だったりアニメだったり、ありましたね、はい、ゲームセオリーオプティマル、はい、さあマスターズ 2016S1 も残り2名となりました。434名が今回参加しましたマスターズ S1 ですけれども、現状決勝じゃねえや、ヘッズアップはップ、マシさんと KK さん、これヘッズアップもう1時間ぐらいやってますから、ね、かなり長いですね、2レベル以上はやってますからね、結構大きいぶつかり合いあったりして、ね、先ほどちょっと前にありましたけどね、今は結構同じくらいにってきてますよね、大体、うん、2回超オールインになりましたからね、商談 で、ね、うん、ちなみに話は変わりますけど、レアさんは自炊とかするんですか、はい、しますね、最近は、はい、結構得意な料理とかなんですか、得意な料理ですか、はい、なんか豚肉を使った料理なんですけど、はい、でもちょっと名前がなくて、名前がない名前つけましょう、はい、オリジナルで作るつけましょう今、はい、名前つけて、つけますか、 どういう料理ですか、うん、それは、あの前、はい、ヒルナンデスっていう番組のレシピの女王でやってたやつ作ったらすごい簡単で美味しくて、はい、それがちょっと得意で、簡単に説明してください、簡単に言うと豚肉の間にカマンベールチーズが入ってて、やばい、その時点でちょっとやばい、ちょっと蜂蜜とマスタードで味付けしたやつなんですね、ちょっと甘辛な感じの、
それすっごい美味しいんですよ。カマンベールと豚肉で作る、もうちょっと名前つけにくいですよね、これ。カマンベール番組ででも放送されてる以上名前はなんかついてます。そうなんですけど、ちょっと何だったかな。豚のカマンベール、豚のミルフィーユ風とかじゃないですか。ああ、そういう系、そんな感じでありますよ、ね。はい、あ、でもスープとかはよく作りますよ。スープ何作るんですか。トマトベースのやつかな。なんかミネストローネとまではいかないんですけど、はいはいはい、なんか野菜いっぱい入れて適当に、ね、ヘルシーですね。いいですね。ちなみに新宮さんは奥様が、うん、あの海外の方ですけれど、はい、料理は何料理なんですか。チャイナーですね。チャイナー、おー、チャイナーな。中華料理美味しいですよね。中華料理は美味しいですよね。中華料理は美味しいですよ。何そのちょっとあの言っていきます、今から言う言葉次第によってはかなりあれですけれども、うん、ちなみに奥様得意な料理は、はい、得意な料理は靴を履いて外に行って、外でご飯を食べる。それ料理じゃないですよね。でもあの、はい、中華料理、中華によってもその地域があるじゃないですか、はい、関東だったり。関東料理が多いですね、やっぱり。ご実家はそう関東、関東、香港なんで。関東料理だと何になるんですか。関東料理はどっちかっていうと、その四川とか、あの麻婆系の辛いやつじゃなくて、でもなくて北京とかみたいな。そうですね。なんかどっちかっていうと、あの有名なので言えばヤムチャとかはあの下の方が流行ってますよね。そうですね。あと、まあ、小籠包だと、小籠包というか、あ、小籠包美味しいですよね。天津とか、天津系は下ですね。そうですね、関東系っていう、うん、あと、まあ、シーフードが下美味しいって言われてるんで、うんうんうん、あのシーフード系の料理とか、あ、じゃあ、そっち系の料理が多いっていうところですかね、うん、そうですね。だから、まあ、作ってもくれますし、はい、作るときはもちろん。昨日もなんか僕仕事行って、はい、あのそのトーナメントですね、はい、トーナメント終わった後に、まあ、11時ぐらいに家帰ったんですけど、はい、スープ作って待ってくれてて、あ、素晴らしいですね。僕はスープをすすっていう、はいはい、もうお腹いっぱいだったんですけど、僕焼き肉食ってきて、あ、いっぱいだけど、いや、はい、それは完食ですよ。会員しないといけない。いや、会員しましたけど、中に入ってた肉とか食べれなかったんで、それは食べてもらいました。なるほど。けど焼肉食ったことは言ってないですね。初代ってことですね。そう、初代、初代です。いや、そこはね、一口でもやっぱ食べてね、うん、いいところですよ。そうですよね、はい。ちなみにどうなんですか、奥さん料理。あ、僕ですか。はい、はい、ですね、僕の話別に聞いてもあれなんですけど、まあ、うちはあの、はい、九州が実家なんで、はい、よくあのチキンタツタを作ってくれるんですけど、めちゃうまいです。あのドレッシング、あのタルタルソースとかも作るんですけど、本人は適当って言うんですけど、うん、黒酢のすげえうまい。へー、地域のやっぱ美味しい。そうですね。嫁褒めてる。地域のやっぱ お袋の味みたいなのがね、うん、ありますから。あ、そうなんだ。料理できる奥さんいいですね。ね、いいですよ、まあ、レアさんはちなみにそういう、はい、自分で作る用の料理っていうのもさっき言ってましたけど、豚バラ、カマンベール以外にも地元のお母さんの郷土料理とか作るんですか。地元の、まあ、味噌が結構、うん、あの使われるんで。飛騨高山といえば、うん、そうですね。朝とかはその味噌と茄子と卵と、はい、まあ、ネギとかいっぱい入れた、はい、その味噌焼きみたいな、そういうのとか。おー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 。にご飯乗っけて。自分で。そうですね。すごい。そういうのもそれ郷土感ありますね。鰹節とか乗っけて。いや、すごい美味しいんですよ。なんかみんな、え、味噌だけで食べるのみたいなこと言われるんですけど、はいはいはい、まあ、味噌もちょっと味付け。すごいですね。ちょっとしたりして。すごい。自分で味噌作ったりはしないんですか。味噌を作ったことはないです、ね。ないですか。なるほど。すごい、そういうの。あ、朝ごはん味噌なんですね。レアさん知らなかった。すごい、なんか。もう食べたりはします。へー。朝はやっぱり玄米なんですか。玄米じゃないかも。白米ですね。白米なんだ。さっき菜食兼備って言ってたから、やっぱり玄米なのかなって思って。玄米食べたいですけどね。玄米じゃないんですか。じゃあ五穀米にしましょうか。そうする。いや、今からね、テーブル上では五穀米、ね、はい、これキングナイン対クイーンフォーなんですけど、はい、マッシュさん頑張ってますね。頑張ってます、ね、ターンでオープンエンドついた感じですか。うん、いやけど、この見せ方とか伊勢書きがいいですね。うん、あのマッシュさん好きです。好きです。はい、マッシュさんのそういうとこ好きです。あのさっきも引くぞとかって言って、あのフラッシュドラマ見せた時 も、はい、もうあのいち早く見せてるところ見せてるのかな。 あそこね、あのそういうところ僕好感度高い、あの上がるんで好きです、ね。うんうん、はい、確かにあの海外のポーカーシーンでもそうですよね。うん、フォールド
あの、まあ、無駄な時間とかもサクッとするみたいな、どっちがオープンするとかねえからっていう、はいはいはい、どうせみんな見せんだから、ね、オールインだったら早く見せろよっていう、そう、そういいと思います、こういうところ、なるほどね、先にもうパッて見せるっていうね、はい、うん、これコメントにカツオさん出せって出てますけれど、はい、カツオさんはカツオさんはあの横からゲストから終了しているので、横から一応あれです、はい、あの帰ろうかなと、もう帰ろうかな帰らないでください、はい、まだ続きますから。さあマスターズ S1 2016も残り2名となっております。今どれぐらいなんだろう、これ今チップスタック気になりますね、同じぐらいじゃないですかこれ、もしかしたら KK さん逆転してる、かなりあれですね、かもしれないですね、そうですよね、 KK さんの S クイーンとマスターのキングジャック、さあこれがぶつかるか、これでかくなりそうですね、ええ、うん、あこれ行くかもしれないですね、3ベッド4ベッドオールインってあり得るかも、飲みに行けるかもしれないファンドね、ボード頑張ってほしいねこれね、うん、カツオさん曰く飲みに行けるかもしれないファンドらしいですよ結局みんな周りを飲みに行きたいから早く終わらせろぜみたいなやつが多いですけれど10やったじゃないかと、残念ながらディールはありませんので、ディールとかねえからって話で、チョックとかねえからみたいな、110万です、勝までやってもらいましょう、勝までやってもらいます、うん、さあさあさあ続きポジションあるからね、行きましょう、しい、ね、はい、さあ残り2名で進行してます、ここはフリフローリン対決になるかどうか、マスターズ S1 2016ファイナルテーブルです。11時から始まった Day2 も、現状10時、今9時ですね、9時を回りまして、ん9時半を回ってるってことは、そうですね、まあ、でもこの S1 自体は1時からやってますもんね、あいや、ですね、S1 は11時からです、あ違う、11時だ、そうです、放送は1時からです、はい、わお、放送は1時からです。長いですね。じゃあもう10時間ぐらいやった、もう12時間。そうですね。放送だけで言うと10時間。はい。10時間ですね。9時間。8時間までですね。さあここでちょっと中だるみちょっとしがちなところにちょっとね、ちょっとぶっこんでいきたいなと思いますので、なんか他の話題もちょっと切り替えて入れていきましょうか。そうですね。そうですね、新しいことを始めるようなところなんですけど、うん、はい、新しいこと、あ、チグさん、ああコメントですね、シスタッ フ, スタッフ牛宮ですね、あ牛宮でも放送されてるんですかね、うん、これはね、さあじゃあちょっとヘッズも進んでる状況なんですけども、ちょっとレアさんにもう少し夜の部にもなってきたので、より深くちょっとちょっと怖いんですけど、聞きたいなと思います、うん、聞きたいこと山ほどあるんで、はい、そうですね、答えられる、まあ、さっきあれだけちょっと褒めたんでね、もうそろそろガードも緩くなってきていいかなと思います、うん、そうですよね、あんなに褒められたらちょっとは、そうですね、そろそろあのキャミだけになってもいいんですけど、ちょっと絵的なところでは別にあの音声がメインなので、音声でちょっと聞いていきたいなと思います、はい、それでお願いします、はい、チェッカランド、おお、ストレイト、で7もヒットしてますね、ストレイトプラス7、マッシュさん先ほどからこの展開多いんですよね、ターンでもターン KK さんのターンにもう恐怖しかないというか、かなり苦しい、これ意外と取られると思いますよ、これ多分チェックコールじゃないですかね、リバーもさあ疲れがなかなかね、結局、凍っちゃいますよね、凍っちゃいますね、はい、これリバー次第でリバーもチェックコール、これは危険ですね、決着するか、これは、いやスタック的には KK さんがあれですからね、いやマシさんとしてはもう降りる理由もないっていうところがあるので、ね、なんとかチップの量を減らすための努力をなんとかできるかというところですけど、清水さんどうですかここ
これはドンクベットしたら危険ですね。ドンクベットするとマジで危険です。まさに今彼がしそうとしている。これマストですよ。これ危険ですね。ドンクベットしたら。マックスで取られるパターン。取られるパターンですかね。はい。いや唯一助かる手があるとすればバシさんがチェックレイズだったらまだいいですね。65万ロングベッドで向こうにレイズが決められるっていうのはだいぶこれマックスで取られるパターンかもしれないですね、はい、思いだってこれもう分かりますもんね向こうも、7トリプルだなっていうのは、はい、もうレイズ額決め放題なんで、ああもうじゃあオールインまでもいけるっちゃうっていうところも場合によってはマッシュ君って分かりやすい打ち方しますよね。ああこういうシチュエーションだとマッシュさんのね、はい、トリプスになりましたよっていうこれさっきもそういうシチュエーションあった、うん、あこれまずいこれはねマシさん降りて降りなきゃですね。これ初段です。あこれしました、はい、これしましたね。これでストレート対 KK さんストレートに対して、マシさんが7トリプスでおそらくチップカバーですかね。いやちょっと切ない終わり方。いやもうこれはどうしようもないでしょう。チップ決定しましたね。はい、判定はディーラーの声をもとに決定します。カズタさんがカバーですね。カバーですね。はい、マスターズ S1 優勝決まりました。 KK 様です。おめでとうございます、はい、優勝決定いたしました。マスターズ2016 S1 優勝は KK さん、準優勝はマシさんです。おめでとうございま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 す。9時35分と着いたしました。いやマシさん小学士叫んでますね。叫んでますね。いや正直ここマシさん何度も新さんを舐めるハンドが途中あったわけですけれども、チップ量では常に優勢だったマシさんがどうしてもこのターンでまくられるという機会が2度3度とあって、そうですね、決めきれずって感じでしたね。結果的に最後はターンのストレートに対して、うん、リバートリップスの、ハンドで終了してしまうというところで、優勝は KK 様とおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。準優勝はマッシュさんでした。さあ優勝の KK さんには、この後優勝トロフィーの撮影の後、まあ、インタビューはあるわけですけれども、プライズとして、今回行われますダブル、あ、はい、じゃあ放送席戻りましたね。はい、マスターズ 2016 S1、ただいま決着つきました、優勝は KK さんです、はい、そして準優勝はマッシュさんとなりました。はい、お二人ともおめでとうございます。お二人ともおめでとうございました。はい、そして、KK さんにはですね、プライズとして、7月のですね、中旬に行われます WSOP のメイントーナメントの、出場権利と往復の飛行機、そしてホテル6泊7日分が、授与されます。準優勝のマシさんには、7月から、失礼しました、こちらも8月26日から9月11日行われます香港マカオの、シティオブドリームスで行われます、マカオポーカーカップのレッドラゴンメインイベント、出場権利と往復飛行機と、ホテル3泊4日分が受賞されます。おめでとうございました。さあここまでやってみて、長きにわたり解説やっていったわけですけれども、じゃあレアさんから、はい、ファイナルの様子どうでしたか。はい、いや長かったようであっという間でした。私すごく3時からずっとこの解説席いるんですけど、なんかもう9時半過ぎてるのかっていうくらい、はい、そうですね、まあ、なんか見てて全然飽きない感じでした。あっという間でしたね。はい、なんかその入賞が決まる前後のところがやっぱり皆さんのプレイスタイル変わったりとかして見どころあったなというのと、はい、まあ、最後ヘッズアップとかもどっちもなんか譲らずなんか一緒に戦っててすごい思いがあるんだろうなと思って見てました。なんか印象的なところがありましたか。反応的な印象的なところですか。
そうですね、印象的なところどれか一つって言われるとあんまりパッとは出てこないんですけど、まあ、秋葉ギルド代表として応援していたゆうさんが今回3位という結果だったわけですけども、そうですね、まあでもその今日この S1 って何人出てたんですか、総勢、435、そうですよね、その434、はい、人の中の3位ですからね、もう相当すごいことだと思うので、はい、そうですよ、もうなんか残念でしたというよりもなんかおめでとうございますっていう気持ちの方が強いですね、うん、そうですね、はい、まあ、ゆうさんにはぜひマコーでも頑張っていただきたいな、はい、応援してます、思ってます。さあ、しんぶさんはどうですか。いやー、今回のもう長かったようで長かったんですけど、長かったようで長かった、まあ、まんまですね、コンタクトも乾いてきて、コンタクト乾いてちょっとしばしばしてきたところで、はい、はい、いや本当に見応えのあるところが結構あの序盤からあって、そのバブルラインなんて特にちょっとヒリヒリした感じで、結構長いことプレーされてたじゃないですか、1時間半2時間ぐらい多分、はい、8人から6人までですよね、はい、あの辺とかすごい見応えあって、ちょっとポーカー分かってない人は分かりにくいようなシチュエーションが多かったと思うんですよ。なんでこの人コールしてないんだろうとか、なんでこの人こんなハンドでオールインしてるんだろうっていうのがあったんで、うん、ただあそこはちょっとした、まあ、中級者から上級者ぐらいの人たちにはすごくトーナメントの面白いところが長く見せられて逆に良かったのかなって僕はよか思ったんですが、うんうん、でまたその6人からヘッズアップまではちょっと早かったんですけど、またヘッズアップも、まあ、オールインが2回入ってやっと3回目のオールインでその勝負がついたってところで、ヘッズアップの良さも大いに紹介できたんじゃないかなって思います。ただ正直これといってなんかすいませんね、ヘッズアップのハンドのヒストリーに関してはそもそもそこまで触れてなかったです。多分3割ぐらいは触れたと思うんですけど、そうです、ね、7割ぐらいは僕たちのその、まあ、N1、S1 ならではの、そうですね、緩い感じでスピードさせてもらえたので、はい、全ては解説できなかったんですが、極力ね要点は締めたと思うので、そうですね、全て解説する必要はないです。あ、そうですね。あ、そうですよね。だからまあ結構今回またやらせてもらって、今回2回目ですよね。この前の N1 から、はい、また楽しく解説の方をやらさせていただいたので、またお招きいただければいつでも解説席の方に入りたいと思います。ありがとうございます。はい、すごい分かりやすかったです、解説。そうですね。はい、時々入れるぶっ込みもなかなか。いや、冴えてましたね、パンチの効いた2人ともこの2人本当によかったんで、また一緒にまた一緒に正志郎さんとレアちゃんが来るなら僕やります。あ、嬉しい。いや、マジでこの2人だったらやります。嬉しいこと。この2人じゃなかったらやんない。いやいやいや、そこまで、はい、いやいやいや、貢献しました。そんなところで清水さん、はい、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はいはい、じゃあちょっと今画面半分に出てるわけですけども、イントロから途中まで参加していただいたカツオさんにちょっと一言。あ、どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。正志郎さんは1時からそうですね、喋りっぱなしで、はい、僕はトイレ一応行ってないです。だいぶおでこも油ぎっちゃって、ね、かわいそうに。テカテカテカ、早くちょっとね、すいません、変わられます。はい、スカルプケア。頭はまたあれですからね。はい、じゃあそれだけ、はい、それだけ今日のまとめ、スカルプケアを、スカルプケア、それだけ。さあ、ここで、はい、大変悔しいところで来てるわけですけれども、S1 ヘッズアップで惜しくも敗れ準優勝となりました林修先生こと、あ、間違えた、マッシュさんに来ていただきました。マッシュ凹むと思いますけど、まずはお疲れ様でしたという言葉を僕らから全力で伝えさせていただきたいと思います。声が綺麗な、聞き取りやすいマシさんです。どうもマシです。準優勝まずはおめでとうございます。途中正直何度もてっぺんが見えた瞬間があったかと思いますが、今こうして準優勝という結果を前に今感じていることをそのままお願いします。筋肉が足りないね。筋肉が足りないですね、はい、うん、はい、筋肉が足りない。いや、なんだろうな、はい、ちゃんとなチップで殴るところは殴るし殴る、そう表現ちゃんと引くところは引くってのは、はい、結構今回うまくできたかなって、はい、まあ、そもそも今日レイツ5万4000スタート、そうですね、5万4000というドショートのところから、はいはい、途中ですね、300万オーバーでのチップリーダーっていう、そうですね、乱高下というか、高下ですよね、はい、はい、
そこはどうでしたか、どうでしたか、トータルで、まあ、その前にもなんかクイーンズでエイシーズ割ったりとか、うん、はい、まあ、今日来てるなっていうのは確かにあったんですけどね、はい、いやジャックナインキングテンジャックナインジャックナインキングテン、いやはい、まあ、はい、うん、ありましたね、はい、惜しかったですね。いやあれにあれもう序盤だったんですけどね、そのヘッズアップスタートしても速攻来たんですけど、あれで決まるかなって、はい、そうですね、思ったんですけど、まあ、あれからですよね。そうですね、あ、まあ、ポケットファイブで向こうから引き出して、ね、フルスタックしたのはかなり、そう、あれはまたでかかったんですけど、ね、狙い通りで結構タフコーラっていうのはやっぱり反動分かってないですけど、はい、タフコーラだなっていうのは見てて分かってて、でチェックするとフロートしてくるっていう、うん、まあ、典型的なそういうプレイヤーだなと思ったんで、エアーでチェックレイズしたりとか、まあ、いろいろやったんですけど、はい、足りず、はい、まあ、正直 KK さんのターンで泣かされた印象がかなりね多くありましたが、まあまあこれを機会にちょっとね、気分転換してというところではないんですけれども、はい、まあ、今回のマシさんの、プライズ入賞はですね、3位トロフィーと1万2000メイン、マカオポーカーカップ25、はい、レッドドラゴンの、メイントーナメントの、はい、参加権利と、うん、エア往復ホテルと出ますけれども、はい、最近マカオ行ってますか。マカオ2年くらい行ってないですね。今はもうマニラ、マニラどうしてもレッド高くなっちゃってるんで、はい、マカオが、あとホテルも、ね、はい、まあでも人の金で行けるんだったらそれは喜んでいきます。いや、はい、ちょっとそこはまだ別でね、はい、スポンサードというところであるわけですけども、はい、じゃあ最後に何かマカオに向けて意気込みとあればお願いします。そうですね、まあ、結構今までのプレーから結構なんだろうな、幅を広げたプレーっていうのは結構いろいろ試したし、結構効果的だな場面結構勉強できたので、それを生かしてマカオでも、まあ、マカオ、まあ、ここで通過点で、通過点マカオでインマネしないと、はい、まずはね、そうですね、はい、まあそこを目指して、はい、了解です、いきたいと思います。よし、というわけでじゃあ、はい、今回惜しくも準優勝だったわけですけども、はい、いつ行くの？今でしょう。今でしょう。まあまあこの後ね、はい、いろいろあると思いますが、はい、まあ後ほどまたゆっくりという形でやっていただきたいと思います。はい、マスターズ 2016S1 準優勝はマシさんでした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。写真もあると思いますので行ってください。はい。お疲れ。いや本当ね、マシさん何度も途中優勝が見えたところっていうのが僕も見てて思ったの で、ね、なんとか頑張っていただきたいなと思ってで、なんかおなじみのプレイヤーって感じじゃないですか、この前 S1、はい、にしかり、いやもう本当に順当にね、強いと思いますし、東京では結構有名なプレイヤーの方なので、はい、でね、今回なんかこれ勝ってほしいなって僕本当に思ってたんですけど、かなりラックもすごいね、もうことごとくいいところを取ってるっていうのもありましたし、うん、なんとか頑張っていただきたいですし、まあ、マカオでもアイムオールイン爆発させていきたいと思いますね、はい、そうですね、マカオであった方が受けばいいかもしれないので、そうです、はい、それはそれで良かったかなっていう、了解です、はい、さあこの後、優勝者のインタビューが、控えてるわけですけれども、ね、KK さん現在写真撮影があるのか、どこに行ってるのかちょっとわからない状態なので、マッシュさんの本名を聞くの忘れてた。あ、マッシュさんの本名はですね、Facebook で別で出てます。わかりました、はい。本田さんですかね。いや、本田ではないと思いますが、はい。違いますか。はい。伏せてるのであれだと思いますが。あ、わかりました。はい、後でじゃあ。さあそんな感じで出てますね。さあちょっとその間、はい、優勝者来る前にですけれども、今回振り返ってみて、他もなんかどっか清水さんの中で光るシーンとか。光るシーン、やっぱり僕が見てて光ってたのは。ポケットテン対ポケットキングですかね。マシさんと、うん、あのターンのチェックは結構シンプルに見えて、はい、多分ほとんど 99% の人があそこ打つんじゃないかなって思うんですけど、はい、いや本当に、で、あれ打ってたら事故ってましたよ。あれ打ってたら相手からコールもらうか、チェックレイズ打たれてたら盛りられてなくなってるかもしれないんで、あのチェックはでかかったなっていう、あのバシさんのチェックですね、ターンの、はい、了解です。じゃあそれではですね、今回の、栄えある434名の頂点に立ちましたマスターズ 2016S1 優勝の KK さんです。はい、はい、どうぞこちらに来てください。はい、はい、じゃあまず、簡単にですね、普段どちらでポーカーされてるんですか、 KK さんは。はい、普段中野の P ラボ、P ラボ、はい、あ JPC、はい、KK さんのところの、はい、なるほど。ポーカー歴どれぐらいですか。
3年半とか3年半。なるほど。今回おめでとうございます。優勝ありがとうございます。はい、まずですね、今回振り返ってみて、うん、ファイナルからもそうあると思いますけれども、S1 全体通してプレーしてみての感想みたいなのがあればお願いします。434名です。はい、はい、まあ、そんだけの人数の中で優勝できたのはすごい嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。はい、シンプルですね。はい、はい、そうですね、あの特にファイナルテーブルからの追い上げというか、まあ、主に後半の追い上げっていうところもあると思いますけど、うん、ファイナルテーブル通して何か振り返って見てみました？なんか思うところありました？ファイナルまではじゃんけんオールインのフリップ勝負みたいなのは一回もせずに来れて、うん、まあ、そこまではすごい良かったなと。ほうほう。で、まあ、ファイナルで一回ワンアウトのリバーをターンフルハウスをチョップに持ち込むっていう出来事だったんです。クイーンのチョップですよね。はい、はい、あそこがかなり起点だったかな。なるほど、はい、あの時はクイーンジャックでした、うん、そうです、ね、相手が7でそうターンフルでラスト消えてみたいなですね。はいはい、あそこで結構命が本当に最後で、はい、確かにね、あそこすごかったですよね。あそこすごかったです、うん、はい、結構後半も特にあのヘッズになってからね、あの KK さんかなりターンからのビタッとこう一発相撲とかも三人とかでもねありましたし、はい、かなり苦しいところをなんとか言ってたのみたいな、ね、そうです ね、ちょっと謎なプレーも多分あったと思うんですけど、まあまあ、まあまあ、はい、結果的なところとしては、ね、いろいろ考えて実はやってたので、はい、はい、そうですね、はい、特になんか意識してたところとかありましたか？マッシュさんが、うん、デイワンからデイワンから結構ずっと一緒にやっていて、ね、はい、まあ、そのイメージを持ちながらずっとやってたんですけど、はい、あの帰ってきて僕の予想だと帰ってきていて、うん、そこに惑わされるところがよくあります。なるほど、ね、ちなみに新宮さんから見てどうでしたか、 KK さんプレーとか。ヘッズアップですか？あ、ファイナルテーブル限らずファイナルから。あ、ファイナルテーブル、あ、僕があの解説を始めた時には一番多分チップを持ってて200万点ぐらいの時からずっと見てたんですけど、うん、あ、そのフルリング9人8人7人って減ってって、まあ、ヘッズアップまでそこまでチップのスタックっていうのがあまり変わらなかったんですけど、無理のない、試合運びっていうかゲーム運びで、あ、順当にヘッズアップまで来たなって感じで、はい、まあ、チャンスがなかったっていうのがちょっと はい、なかったじゃないですか。そのマッシュさんが、はい、あの後半ぶつかるところが多くて、そうです、ね、マッシュさんがどちらかというと最後のじゃあ3人目4人目、はい、5人目って倒していったんで、うん、まあ、自然的にチップがマッシュさんの方に偏ってはいたんですけど、うん、まあ、ヘッズアップからその落ち着いてねお互いプレーできててよかったんじゃないかなと思います。特にヘッズはね長時間にも渡り、うん、かなり均衡した状態っていうのが多くなった中での精神力っていうところも大きく、ね、うん、優勝にはつながったかなと思います。はい、さあちなみに、今回優勝の、はい、KK さんは、今回初となります S1、WSOP の、メイントーナメントのシートが、権利として与えられるわけですけども、まず WSOP 出たことは？あ、ないです、ないです。ないですか、はい、ラスベガスは？あ、何度もあります。何度もありますか、はい、お、でも WSOP はないです。ないんですね、はい、メインもじゃあもちろんないですところです。あるわけねえだろうって話ですけれども、はい、了解です。じゃあ今回そうですね、ラスベガス WSOP が、7月のですね、 KK さん行かれるイベントは、7月の9日から18日間で行われます。はい、はい、リオホテル、どこに泊まる予定ですか？ダルスベガスはリオ、リオホテルですか、はい、まあ、他にもいっぱいありますが、はい、そうですね、じゃあ意気込みをお願いします。まず上司に相談するところから。あ、それね、僕も優勝した瞬間思いました。はい、あの、はい、僕もね、まあ、はい、ラスベガス行った瞬間、はい、明日会社でどういうよみたいな感じですからね。そうですよね、はい、はい、大丈夫です、はい、1週間あります、はい、頑張ります。1週間有給取ります、はい、お願いします。はい、はい、他の意気込みも大丈夫ラスト、はい、WSOP 初めてですけど、はい、まあ、まあまあ全然10倍以上ですよね人数。そう、まあ、もっともっといます ね、 すね、はい、6000人ぐらいは6000人ぐらいいます、ね、メインは出ますよね、まあ、なんでこんな、はい、簡単にはいかないと思いますけ ど、はい、じゃあそこが最後にポーカスターズチームアジアプロの新聞さんから WSOP の何かアドバイス等あれば。アドバイスですか、はい、あ、とりあえずあのメインイベントはフルマラソンみたいに体力のいるあのイベントなので、今回も、まあ、2日間フルでやって
ったのかな、はい、昨日から予選出ていれば、はい、あのそれがまあ7日間続くわけですから結構体力が必要だと思うの で、 そうです、ね、事前に何か、はいはい、体力作りとかはしたいとかいいのかなと思います。はい、はいはい、了解です。じゃあまあ、僕も Day2 最後まで WSP 名誉行ったわけですけどぜひとも KK さんにはあの ITM まで行ってほしいなと思います。 Day3 ですよね。 Day3 か Day4 ぐらいで出ますよね、うん、今では Day4 ですね多分、はいはい、じゃあぜひ頑張って8億狙ってください。はい、はい、いやどうもありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。2016年マスターズ S1 優勝は KK さんでした。おめでとうございます。はい、じゃあここでですね最後にあの黒幕の土建屋さんにちょっと最後一瞬出ていただきたいなと思ってます。あの全国の、土建屋ファンの皆さんお待たせしました。あ、駒さん最後一瞬これ放送で放送終わっていった方がいい。了解、じゃあここで終わります。じゃあここで最後にですね S1 バスターズ2016、無事終わりましたというところでですね、全国の土建屋黒幕の土建屋さんファンの皆さんお待たせいたしました。黒幕の土建屋さんに来ていただきました。どうも、はい、黒幕の土建屋です。土建屋さんです。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。長時間放送お疲れ様でした。とんでもない、こちらこそお疲れ様でした。はい、本当どうでした今回の S1 は。今回は、まあ今まで開催した中で、まあ、最大人数のトーナメントになって、はい、まあ、そのスポンサードの方もですね、はい、まあ、大きくなって、まあまあ、皆さん楽しんでいただいたみたいなので良かったんじゃないかと思います。楽しかったと思います、はい、本当ね、これだけ楽しい大会を日本で開催できるのは黒幕の土建屋さんしか僕はいないと思います。はい、全国多くの、ね、トーナメントありますが、S1 のトーナメントほどこれほど熱いトーナメントっていうのはもうねないかなと思いましたし、清水さんもどうでしたか。いや、もう楽しいイベントだなって、もうなんか解説席にいたんですけど、はい、ずっとプレイしたいなって思ってました、はい、僕は、はいはい、コメント上手だったね。いや、あの、はい、年を取ればね。いやいやそうですね、まあ、この後あの写真撮影とね、あのまた打ち上げもあると思いますが、はい、この S1 の放送もこれで最後ということになりますので、はい、はい、あの黒幕の時計屋さん本当にお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。参加いただいた皆様本当にありがとうございました。皆さんありがとうございました。また機会があればどこかでお願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、この後ね、まだ年末には N1 もありますが、まだ公開イベントどんどんありますし、そうです、みんな、はい、じゃんじゃん海外に出てチャレンジしてください。チャレンジしててっぺん取って8億狙って、そうです、ね、今回の優勝でもオクトーバー9になってビジネスでラスベガス招待してください。行きたいと思いますので、はい、頑張ってください、はい、あ、レアちゃんもね、レアちゃんもね、はい、今日もありがとうございました。はい、じゃあそんな形で、今回の S1 の放送終了したいと思います。あ、どうもお疲れ様でした、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、レアさんもありがとうございました。すぐコメント横になりました。じゃあこの後写真撮影がありますが、放送はこれで終了したいと思います、今まで長くありがとうございました。お付き合い、司会進行の正志郎でした、実況に、ポーカースターチームアジアプロ新聞士さん一ノ瀬康生さんに来ていただきました。そして、レアさんに、来ていただきました、どうもありがとうございました。視聴長きにわたり9時間にわたる放送ありがとうございました。はい、じゃあ最後にですねアンケートしてこう終了したいと思いますので、皆さん視聴アンケートよろしくお願いします。次回もあればこのメンツで出たいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございます。